ピアシリ山は、北海道北東部、名寄市、下川町、及びオウム町の境にある標高987.1メートルの山。北見山地に属する、日ヤジ岳などとも表記される。山陽はなだらかで、南西からは整備された林道と登山道が伸びており、登頂は容易。1キロメートルほど東にもう一つある峰には特に長 付けられていないが、991メートルとこちらの方が高い。山頂近くに位置するピアシリ湿原、4キロメートルほど北の松山湿原は、日本最北の高層湿原であり、希少な植物の群落を見ることができる。ピアシリ山の最陸にある674メートルの黒山は、南斜面が、なよろピアシリスキー場となっている。 北海道有数の玄関地帯にあり、有機質の良い、ことで知られ、多くのスキー客が訪れる。ピアシリシャンツェは、ヒルサイズ100メートルのスキージャンプ台で、毎年12月には、日本国内大会の開幕戦であるなよろ、ピアシリジャンプ大会と、吉田ハイジャンプ大会が開催されている。愛の語研究者の山田秀蔵は、語義不明としているが、 アイヌ語の PS からではないかと考察している。山田秀蔵、北海道の地名送風館、アイヌ語地名の研究、山田秀蔵著作集別館、浦安市、2018年11月30日に、147から148ページ、ISBN 978から4から883231140。ありがとうございます。